よし、それじゃあ FF 中に黒と五水仙の魔法の威力を見せてもらおうじゃねえか。なんだっけ、バブルか。バブル時代の遺産を見せてもらおうか。もう取るのにね、めっちゃ苦労したんだよ。なんかね、どこにあんだか分かんなくてさ、めっちゃ探したわ。おお、すげえ、なんだこれ。むちゃくちゃショールな。そんなことします？これどんぐらい持つのかな。それによるけどな。まあ、とりあえず安定の1階から行こうぜ。どんなもんだな。どんぐらい持つかによるな。あんまりなんか長持ちしないんだったらしんどいしな。いや、ここはもう覚悟を決めて下行こう。というのも黒い玉がもうパンクしそうなんだよ。パンクしてんだよ、もうたまりに玉って使わねえと。いや、もう強いところで戦おうぜ、やろうぜ。上はもう余裕だから、たまに死ぬけど、たまに死ぬけど割となんとかなるから。このエレベーターロード長えな。このエレベーターロード長えな。プロテガとかつけてる俺。あ、つけてるか。もう全然使う気配がないように見受けられたんですけど、あとここからスリップで引かねえから、スリップなしでしょ。フレアじゃなくて、ファイアにするか。骨が出てくるから。マジは、まあこんなもんか。よし来い。クソ骨ども。すまけんして。出しとってやる。まあ怠慢ならね。だやっぱりこう囲まれないうちに自分から探しに行くっていうのが大事なのかもしれないな、もしかしたら。こういうふうにだから結構さ、やっぱりこう倒すのに手間取って、その場所になんかとどまって、すごいなんか囲まれてあーってなるっていうことが多いから、そうならないようにしっかりこう自分から迎えに行くっていうのが、こうほら馬がさ、馬ワープしてくるから結構長持ちすんな。ちなみにこの状態って言ったよ、この状態のさ、なんだろう、ガンビットでの回復ってさ、どういう風になるんだろうな。というのはさ、例えば 30% 以下でケアルガとかにした場合って、元の HP の 30% なのか今の HP の 30% なのか、どっちなんだろうな。なんかパンチ力上がってない、それはそう。バンク気のせい。結構長く持つな。ヘイストとかよりは多分全然マシだ。ヘイストとか全然持たねえからな、あれ。うわ、一個ずつやるのが正しいんじゃねえの。無駄になんなくていいんじゃねえの。これ20個とかだったらぶち入れるよ。全然あるからな。おい、じゃあここで5個。お、すげえ、ちょうどだ。素晴らしい。やりますね。この中の敵は何が出てくる？あ、骨か。じゃあスリープルしなくていいな。ハイガーの方が効きいいな。あと思ったこととして、もうお前怖くない、もうお前怖くない、ウイルスにならないから。ウイルスにならないからもう怖くねえ、お前ら。お前らただの浮かんでるやつ。ウイルスにならないや、こっちのもんだよ。尺に。
中途半端に収まってる。あ、間違ったわ。じゃあ10個イエーイそんな気はしてる。じゃああと1個ずつ手足しかねえじゃん。6個かよ。何なんだこのゲーム誰が得するんだよこれ。おもほねか。あーでも全然いけるね。まあ、HP が増えたからなのか何なのかよくわからないけど、理屈はわからないけど全然いけるね。これでここも攻略できるかな。ただ箱が出ねえな。宝の箱がよ、俺の待望の宝の箱が出ないんじゃねえ。これなんだ。ああ、ドラゴンソード。じゃあこうか。じゃあもう5個。おいける。もう一個。おいける。16個ぐらいですかね。違うか。数指定させろやこんなもん。もうなんで1と5と10だけなんて。俺にコントロールさせる。俺が考える。全然いけるな。やっぱウイルスだよな。やっぱりあの鬱陶しいの HP がさ、減った増えたの問題も多少あるんだろうけど、それもあるんだろうけど、やっぱり鬱陶しいのはウイルスだから。宝箱が結構保護色になってるな。ここ取り逃すの。こんな感じでいっぱい手に入るからな多少無駄にしても。あ、やばやばば。これボス出るんじゃね。大丈夫大丈夫だけど、ドラゴンゾンビが2体いても普通に、そんなに骨が2個いるのと似たようなもんだよ。え、何この部屋。ドラゴンゾンビの家かい。これは2匹で住むにはまあまあいい物件なんじゃない。月いくらぐらいかなここ。でもなんもねえからな。なんもねえし、だいぶ都心から離れてるし。月3万円ぐらいかな。あんまり金持ってなそうだからな。ドラゴンゾンビも折半で1万5000円ずつ払って、何食って生きてんだろうなこいつらって。そもそもこれモンスターの連中はさ、フィールドウロウロしてるモンスターはわかんだよ。あいつらは多分人間とかをこう、人間とか草木とかを食べるだろうから、まあ、それでなんか理屈通るんだけど、これダンジョンの中にしかいない出てこないさ、やつらって何食って生きてんのこいつら。骨はまあいらんだろう。骨は何も食べないだろうけど、まあ馬とかさ、ドラゴンゾンビもまあ別にゾンビだから何も食べなくていいっていうのもあるのかもしんないけど、馬とかどうすんの。馬は絶対なんか食べないとダメだろあいつ。痩せ細っていく。馬の骨が増えるだけだぞ。間違えた。ここは10個でしょ。お、じゃあ5個。おお、素晴らしい。2個とか。だからなんだ。だからなんだ。バブリー結構持つな。バン君もうぶん殴ってるだけで MP 勝手に回復していくから、別になんかあんまり気にしなくてもいいんだよ MP の消費については。あーマジでウイルスねえだけでめっちゃ快適だわ。事故率がほぼ 0%。 これで鈍悪とかにもならなくなったら最高なんだけどな。これでまたもう一個下に降りれるか。
バン君めっちゃ有能だな、こう考えると。こう考えるとバン君が有能っていうかさ、時魔導士入れといてよかったなっていうのがあるよね。なんかあんまり使えなさそう。あ、これか。あんまり使えなさそうだなと思ってたから、時魔法なんで。だってせいぜいメテオ使えるぐらいでしょと思ったら、今回メテオがないんだよ、そもそも。ないのかなんだかわかんない。召喚獣なのかもしんないけど、少なくとも魔法のメテオはないからね。だいたい時魔法といえばメテオであるみたいな、こう FF5 ぐらいからの定番だけど、まあ、FF5 のメテオってそもそも大して強くねえけどFF4 のメテオが強すぎんだよ。強すぎるっつってもあれ、どうやってもなんていうか、こうダメージの上限がさ9999だから、そこまで強くないか。言うほど強くないよ。9999ダメージ必ず与えられるっていうぐらいのもんでしかない。あん？あ、ストップかっちゃう。まあだからそのバランス調整のために FF5 ではあれになったんでしょ？何人だったっけ、あれメテオって。コメット4回人とかだったっけになったんだよな、メテオが。したらめっちゃ弱くなったっていう弱ってなる、がっかりメテオ。 FF 史上最もがっかりしたメテオなのではないかと俺は思っている。いくつだよこれ。ドカンとここ、おいこのゲームいるの？何が面白いのこのゲーム。さあ、ここは何が待ち受けている。なんだこれ、オーロック。ああ、なんかナブディスにいたな、こんなの。全然強くねえ。あ、今壁あったぞ。いやー、マジで怖くねえよお前ら。もうカモだわお前ら、カモ。あれ、こんだけしょぼくね。え、マジで、マジらしい。この間さ、シャブ用の話をしてからさ、シャブ用の話をして、なんか一日いっぱい食べてもいい日とかを作ろうっていう話をしてからさ、なんかもう食い放題の店今行きたくてしょうがないんだよ。この間食ったばっかだから、さすがにまだやらんけど。まあでももう1週間経つんだよね、何気に。まあ、2週間ぐらいがいいと言われているから、まあ、2週間は我慢するけど、まあ、その間も今回ちょっと体重も測らないようにしてるから、まあ、どうなってんのかちょっと楽しみなんですけど、まあ、トレーニングの仕方もだいぶ変えたんだよね。有酸素運動中心だったのを、とりあえず筋力中心にして、で有酸素的な動きはヒットトレーニング、20秒全力でやって10秒流すか止まるみたいな、そういうのでやってんだけどさ、だから今のが多分強度が高くなってるから、まあ、仮に痩せたとしても、まあ、単にトレーニングの内容の強度が上がったからなんじゃねえのっていう。まあいいんだけど、それはそれ。まあでもやっぱなんかあれだよね、まあ、この日は何ぼ食ってもいいよって言われると、やっぱちょっとその日に向けてこう頑張りましょうみたいになるから、そういう意味ではいいよね。お、ここは幅がでかいね。もう5個くらい見ちゃう。いけるね、食べるね。ずいぶんいくねこれ。25個くらいか。マジで？マジで30ぐらいいっちゃうこれ。
嘘30ぐらい行くかもな、俺。ああ、行かなかった。よかった、余計なことしてた。めっちゃ、あの、しゃべようでもいいんだけどさ、大体、なんかうちの近くに固まってんだよ、そういう店が。しゃべようとかさ、あと、あの、焼肉キングも近くにあるんだよね。焼肉キングも行きたいわ、ランチで。焼肉ちょっと思いっきり食いてよ、久々に。本当にやっぱりさ、もう量だけ食おうと思ったらそういう店に行くのがいいよな、なんだかんだ。ちょっと待った、砂頃上に持ってきてるの、あれちょっと順番並べたような気がするんですけど、生命のろうそく。まあでも来週はしゃぶよ行こうと思って、平日に。めっちゃ楽しみなんだよね、久々にそういう店行くの。なんか平日に行ったら時間も制限らしいから、まあその方がいいかな。そんなになんか長い時間食べるとも思えないんだけど。やばい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 、あー、こけちゃった、やばい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 、いかん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 、逃げ。どうやって戦うのか調べてなかったわ、そういうの。スタミナ太郎とかもなんか久々に行ったら楽しそうだけどな。もう何年も行ってねえわ、そういう系の店。これ事故の元だな、ここ。ウイルスがあったらもう事故の未来しか見えないな。これはだいぶ楽になったわ。もういいよ、もう全部全部30個とかでいいから、このゲームやめてもらえねえかな。めんどくせえだけだ。ただのモンスターだもんな、これ。あれなんだよね、最近さ、もうここで俺が自分の近況喋ってるだけでさ、人と全然喋ってねえから、なんかやばいよね。俺そろそろ人形遊びとか始めるぞ、俺多分。うっくつが、うっくつが溜まって人形遊びとか始めるぞ、俺そろそろ絶対。全然人と喋ってねえ、もう一人でベラベラ喋って近況伝えてるだけで。96、配信とかやりてえな。今日火曜？違う、今日金曜か。金曜か。明日、明後日、日曜日かな。まあでも、もう11月でしょ。11月の半ばぐらいがちょっと暇になるんだよな。まあ、そのぐらいにがっつりやりてえなと思ってさ、まあハロウィン、ああ、やばいな。ハロウィンセールがさ、始まったから、なんかいろいろ買いたいなと思ってんだよね。くそか。やばい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 。いかん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 。やばいってやばいって。
なんか知らんけど、セキロロなんかアップデートが来たとかって言ってたじゃん。なんか聞いたんだけど、だそれのアップデートに合わせてなんか結構がっつりセール来るかなと思ったら、そうでもなかった。 35% 引きぐらいだったかな。まあいつも通りだね。その代わりあのコードベインが 60% 引きぐらいになっ てだいぶ安くなってた。コードベインやろうかな。あのオットバストラベラー、トラベラーも買ったんだけど、なんていうかこうコマンド式の RPG が2回続くことになるから、まあ、1回なんか違うの挟みてえなと思います。コードベイン前やった感じだと結構まあまあ面白かったんだよな。なんかソウル系の亜種として考えた時に、あの雰囲気がさ、ダークファンタジー系の雰囲気でなんかダークソウルの似たようなゲームを出されると、なんかもう、まあ、言っちゃ悪いけどもうなんかまんま劣化版みたいなさ感じにしか思えないんだけどコードベインってなんかどっちかっていうともちろんライトな感じじゃん、世界観的に。ダークファンタジーではあると思うんだけど、キャラのなんかテイストがちょっと違うでしょ、なんかソウル系と比べるとさ。なんかその辺も結構良くて、セール来たらやりたいなと思ってたんだよね。だからこのタイミングかなっていう感じなんだけど、もうドラケー来ちゃうよね、12月になったら。FF12 終わってねえっつうのさ。まだ終わってねえっつうの。もうどこまで、あとでもあれでしょ、多分クリア後のおまけみたいなもんだからさ、クリアしてねえんだけど、クリア後のおまけみたいなもんだからさ、まあ、どれだけあと俺がやりたくなるかっていうか、俺がどれだけやるかっていうことなんだろうけどさ。エルメスの靴、おお、エルメスの靴、これは当たりじゃないか。さすがに売ってないだろ、エルメスの靴は。スリプルが猛威に打ち取ったのか。最初の回だけだったな。ちなみにこれあれか、もしかして魔法ってさ、ファイガーとかっていうのは範囲内だけど、フレアとかって敵1体か。これちょっとやってみるか。確かこれエリクサーを食わせればいいんだよな。それはなんか知ってる。あれできないじゃん。なんかエリクサーを食わせるとかって聞いたんだけど。あ、できた。これでなんか戦えるようになるらしいけど。全然でしょ。逃げ。冗談じゃねえ。嘘こかれたわ。ダメだろ。うろ覚えでやっちゃダメだろ。こういうの。ちゃんと話を聞いてからやらないと。で、確かなんかあれだっけ？依頼を受けないと一ちゃん下まで行けないんじゃなかったっけ、これ。なんかそんな話を聞いた気がする。行き先不明。行けるじゃん。いけるじゃねえか。え？ああ、ほら、やっぱいけない。ダメだ、ダメだ。やっぱそうだったな。なるほどね。わかりました。わかりました。というわけで、どうしよう。目的を失ってしまった。ちょっとさ、あそこ行ってみようか。クリスタルグランって行ってみようか。頑張って、閉鎖画だけ撮るとか、なんかそういうのはどうでしょう。あそこ遠いんだよな。でも一回行ったらもう帰ってくるのめんどくさってしゃあないよ。そもそもどうやって行くのか覚えてねえし、どうやって行くんだっけ。あそこどこだったっけ。あー、間違えた間違えた間違えた。
古代都市だ確か。あれなんか水没してるとこでしょ。あ、そうですか。とりあえずバブルはいらないか。まあ道中すっ飛ばしていけば。こっちはねえし。道中どんぐらいあったっけ。あんま覚えてねえんだよ。こんな楽しそうな音楽だったの今初めて知った。でよでよ、スチームセールがさあってさ、俺もめっちゃマルチでゲームしたいんだけどさ、もう誰も遊んでくんないんだよね今誰も遊んでくんないっていうのは、あのネームとかで忙しくて、全然ネームやら仕事やらで忙しくて、全然誰も相手にしてくれない。困ってるんだよ。あれなんでこれ開くの。もう持ってなかったっけ。え、嘘、俺持ってなかったのこれマジで俺これ持ってなかったの。あ、そう、あら、そう、あれここじゃなかったっけ。どこだったっけ。多分これもう動かさなくてもいいんだよ。隣か。いや、無視して、よしよし、そこかな。あれ端か、単純に。違う、こっち。ああ、うるせえな、もうやってやろう。シュッ。ちょっと待った、何してんの。ん、何してんのこれ。え、え、何それ。攻撃はしてるけど、スリップ石化中。あ、溶ける。ん、何食らしたんだ。なんか石になったけど、そっか、こう石にしてくるやつがいるんだったな。金のあれどこだ。ヒューマンホールフラットだっけ。ヒューマンフラットホールだったっけ。どっちだったっけ。あれやりてえわ。ヒューマンフラットホールでもいいし、なんかあの脱獄ゲームみたいなやつだじゃん。あれ見て面白そうだなと思ってさ、あれもやってみたいんだ。今セールで400円ぐらいただあの日本語がないから、日本語パッチを自分で当てなきゃいけないらしいけど、まあそんなに難しくないみたいな。ちょっとやってみたい。フォールガイズがさ、もうそろそろ旬が終わりそうだからやっておきたかったんだけど、セールになってなかったんだよな。セールじゃなくてもやってもいいんだけどさ。セールしたか、まあ、そんなに思ったより広くなかった。なんかめちゃめちゃ歩かされた記憶があったけど、俺が単に地図持ってなかったから行き先がよくわからないから長い長いことになってたんだな、あれ。どっから行くんだっけ、これ。なんか、突拍子もねえとこから行くんだよな、これ。なんか、いきなり道が開いて、ドカーンみたいな感じで行くんじゃなかったっけ。あー、ここバリアフリーだった。どこだったっけ。その真ん中とかだったっけ。あー、そうだ。案外近いな。まあ、早送りやってっからね。それで、だって、4倍速とかでしょ。
4倍時間がかかるってことでしょ、本当は。きついね。これの、こっちだ、上だな。それは覚えてる。あれ違ったっけ、ここは機械を動かすだけか。じゃねえか。なんか、下か。さあ、このボムどもをどうしようかっていう問題だよな。何が効くかな。あ、そろそろ、オイルをセットしとかない。オイルじゃねえ、バブルだよ。バブルをセットしてもらう。スリープルストップ。どこだったっけ。あれまだ一方通行、道が分かれてるところがあると思うんだけど、ないぞ。あれ1階層目じゃなかったっけ。階層2個とか3個とかまたがないよね、確か。分かんない、俺の勘違いかもしんないけど。あれスコーピオンとかだったよね、確か。この辺になかったっけ。あー、こっちだ、これだ、多分これだ、多分これだ。ボムがいっぱいいたらそこ。いねえな。ああ、そうだそうだ、これだこれだこれだ。数字が増える。さーて、何で戦ってみようかな。あいつら爆発するからな。それをどうするか。まあ、なんか考えられそうなのは、まず単純にスリプルでしょ。で、次が、鈍悪とかにしちゃうとか、鈍悪か混乱とか、その辺なんだよな、多分。集中攻撃じゃねえな。なんだろうな、コンフィとかになるのかな。ちょっとコンフィやってみるか。どれかが効けばいいけど、まあ、あとはストップか。あれこいつか、お前か。いや、ん、死神こいつだっけ。でも開いてないから。そうだよな、多分あんまり来たことがないところってことだ。死んだ、どうやな、開いてないってことだもんね。ここいや、最低でもヘースが持って帰りたいんだよな。あー、出た、こいつらこいつらこいつら。くそ。試しに、ストップかな、まず。ストップをかけてみよう。あー、ダメだ、効かない。ストップはまず効かないと。スローガとかどう？間違えた。スローガ。あー、スローは効く。スリプルは多分効いてない。コンフィはミスで出てたから効くかもしんないな。となると、ファイガじゃダメだろうな。ピザガか。あとは、ドンワークとかかな。試しに。今ミスって出たな。聞くのかもしれないっていうレベルだな。あ、聞いた。鈍悪が聞くか。なんかレジストされてんな。これ何レジストされてる。
コンフィがレジストされてるかこれもしかして。ダメか。あー、じゃあもう普通に戦うしかないか。鈍悪が効きそうだから、鈍悪で止める動き。結構きついけどな。火力担当がいなくなっちゃうことになるから、いや、ちょっと普通に戦ってみよう、まずは。あまりにもやばかったらちょっと考えるけど、まあ今のところいけてるからな。ヘイスト？なんで？あー、そっか、俺がこれを復活させちゃったからか。まあまあいけそうだな。でもゴムの抜けがある。あいつら脱皮すんの？脱皮してでかくなるのあいつら。脱皮したり爆発したり大変なやつだな。結局普通に戦うしかねえってことか。まあでもいけてるか。そんなに前ほどひどい目にはあってないな。ああ、全然いけるな。全然いける。何？ゲートタイマーって出てんだけど。何事ある？もしかして60秒経ったら閉まるってことか？あれ。それ、じゃあどう考えてもやり直した方がいいじゃねえか、これ。やり直すっていうか。サジタリウス？サジタリウスだったっけ？最初のとこにあったの。どうだったっけ。わからん。わからんよこれ。だってさ、あ、絶対ここじゃん。それはわかる。あ、そうか、ここでいいや。もう閉まればわかる。どこも閉まってねえぞ。じゃあここじゃないんだな、そもそも。ここは帰っちゃうんじゃないかな。あれ、違うか。わからん。おい、わかりづらい。次に戦えるな。普通に戦えるって言っても多分これバブルのおかげだけどね。どう考えても、バブル怖えわ。バブル時代怖えわ。適当してても生きていけるから。バブル時代怖えわ。これサジタリウスでしょ。戻った方がいいかじゃん。どこなんだ、あれか。じゃあ本当に最初のところがサジタリウスだったっけ。サジタリウスセカンドとか入ってる気がするんだけど。ここじゃねえよ。ああ、わかんねえよこれ。どこだよ。別に吹いてないよな、ここ。ここのどっかなのかなと思ったけど。サジタリウスセカンド。ここは？サジタリウスファースト。じゃあここなんじゃねえの？わからん。だってもうここずっとぐるぐるしてるだけだもんな、今や。
そういうことか。なるほどね。はいはい。勝手に閉じるわけじゃないの。これ帰るじゃないか。うん、俺こっから来たんじゃねえ。わからん。何もわからん。俺には何もわからない。ゲートジェム。あ、まだ時間が出た。144分。ちょっと長めだな。うわー、ヤンキーが。ヤンキー無視。とりあえず無視。あれか？まあ、いけるだけ行ってみるか、これで。これでも帰れるかな？行ったはいいけど、これ帰れるのか、これ。ラバーコンシャス。何それ何それ。何それ。え、何それ、マジで。え、何ラバーコンシャスって。持ってんのかもう。え、何ラバーコンシャス。あ、持ってるわ、もう。いらねえ。いらなくはないけど。そんな、ご体操に置いておくほどのもんなの。まあ、そもそも俺はそのラバーコンシャスをどこで拾ったのか、全く知らないんだけど。これ閉じちゃうのか。閉じない。一回触れたらもう飽きっぱってことか。なるほどね。どっち行けばいいんだ、これ。上か？もうわからん。何がなんだかもうわからん。下のような気がするな。どうなってんのこれ。全然わかんねえんだけど。わかりなすぎるでしょ、俺多分これ生きて帰られないぞ、これ俺。うわ、また似たような敵がいるし。ここ、これ今あれだろ、コンシャスがあったところだろ。馬でもめっちゃ経験値持ってんの。それはいいけど。やばいなこれ。全然。ひー。セカンド。ああ、逆側か。逆側か？なんかあんな見たこともねえ凶悪そうな魔物がいるぞ。あんな知らんぞ俺。裏側ってわけではなさそうだな。なんかセカンドはセカンドでまた解放しなきゃいけねえところがあるんじゃねえの。このゲーム途中セーブできんの。できねえんじゃねえの。どうすんのこれ。閉鎖だけもらえればとりあえずいいんだよ。まあいいかも。最悪、最悪地図見る。ジェミにはもういらないか。どうだったっけ。転送しちゃうか。ますますわけがわからないわ。一体今自分がどこにいて、どこから来て、どこへ行こうとしているのか。金色のクリスタルが出ないと死んでしまう。サジタリウス、違うな。これでも入り口に戻ってきたよな、多分。これに、ああ、そうか、これに乗れないんだよな。
とりあえずでもここに帰ってきたら、どこが出口だった気がする。地図見て行った方がいいな。セカンドは解放できんのかな。こいつらでもあれだな、状態異常全然してこねえから、ゴリ押しではなんとかなる。あの大東大の力の連中はいろいろ状態異常してくるから事故が起こりやすかったけど、ここのやつらはなんか普通に強いだけだから、だから力量的にこっちが上回ってしまえばもうとってことない。ファーストじゃなくてセカンド、これ解放できる。あ、できる。じゃあこっち行ってみようか。うわ、また先に次の道へ行ってしまうのか。こいつが何なのか確認する前に死んでしまった。ネクロフォビア、フォビア、ネクロフォビアって結構強い敵じゃない。あと思い出したんだけどさ、俺の最初のラスボスいたじゃん、洞窟の地下にさ、あの馬がいっぱいいる洞窟の奥にいる召喚獣のさらに奥にいるなんかクソ強い敵みたいのがいたじゃん。あれどうなんだろうな、今なら倒せるのかな。ちょっとあそこも行ってみたいよな、どんな感じなの。まあまあここから帰れる自信がないんだけどどうやって帰ろうって言えば、こんな奥まで来てしまう。シェルガ、シェルガじゃねえんだよな。ベースがなんだよな、欲しいのは。同じ階層になったかな。でもなんか地図を、昨日パッと地図を見た感じだと似たような階層にあったような気がする、なんとなく。シェルガはシェルガであったら嬉しいけど、いいですか。ローレルクラウン、なんだそれ。車見てやあなんだよローレルクラウン、魔法じゃないでしょ。じゃあ持ってんじゃねえの、もうこれも。ローレルクラウン、おい、めっちゃ下の方にあんぞ。どうなってんだよ。ワクワク感がないね。もう持ってるもんばっかり出てくるわ。もうダメだこのダンジョンは。破壊するしかないわこんなダンジョンは。俺は今どこにいるの、俺は今どこに向かってんの、どこに向かってて、どこへ行くのこれから。これシェルガーがあってさ、レベルだけが無駄に上がっていくな、これ。80。ああ、ついにバン君が80。でも割とマジでさ、帰れる自信ないぜ、俺。これ。まあもうあれするわ。地図出すわ。1時間経ったら地図出すわ。だって帰らなきゃいけないし。まあ、奥に金色のクリスタルがあるんだったらもうちょっと頑張るっていうか、なんとかそこまでは頑張るけど。多分ないんじゃない？どうなんだろうね。
ゲートレール。ああ、じゃあここはもうないな、これ以上行くところ。戻らないとなんだ、これ。大変だな、これ。大変。これはどこに行くんだっけ。転移装置 X っていうか10か。これで帰れるんじゃないか。多分これ帰ってきただろう。よし、じゃあ地図見まーす。地図見まーす。こんなのね、こんなのやってらんないですよ。よほど暇じゃないとできないよね、これ。FF12。クリスタル。グラン。え、クリスタルグランツなのこれ。絶対違うだろ、これ。ホームズ。クリスタルグランツ、京都、西、王子。知らねえよ。どこだよ。クリスタル、あ、クリスタルグランデか。グランデ。マップ。多分ないだろう、これ。なんだろう。あれ。あれあれ。クリスタル。転送クリスタルないだろう、これ。なんとか、ヘイストだけどって帰ってこれないかな。クリスタルグランデのマップ。これだね。ゲートスコーピーを解除して11かの先へ進むことができます。そん、あー広いな、やっぱりそんなに広くねえなと思ったら2ページ目3ページ目が出てきたわ。4ページ目も出てきたわ。バカじゃねえのかこれ。ふざけんなよ。なんだこれ。気が狂ってるとしか言いようがない。なんかわかりやすい。わかりやすい地図のサイトないかな。これきついぜ。クリスタルグランデの地図、見やすいサイトあったら、よろしくお願いします。なんかどれもわからないんだけど、わかりづれんだよどれも。どうなってんだよこれ。帰れねえぞこれ。ほらもうサジェストにもうクリスタルグランデ出れないとかって書いてんじゃんこれ。迷うとかさ、こんなのさ、もう何この蜂の巣みてえなさ、蜂の巣みてえなこの地図、誰が考えたんだよこれ。地図見やすいなと思ったらアイテム書いてないんだよね。意味ないんだよねそれ。どうしようっていうの俺。いや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 、これはえぐいだ。とりあえず今日は帰ろう。帰ろうっていうか、1個ぐらい前のあのクリスタルでセーブして、とりあえずパスっていうか、あの地図とか調べておくわ。ここだっけ、ここじゃないような気がする。あれ下に行っていいんだっけ。え、下に行くのか俺。
上に行くんじゃねえ。あ、違うわ。ここじゃねえ。上の方に行かないと。あ、これがなんだっけ。あ、これが、あ、そっか、これがスコーピオか。だからあれか、最初に来たところか。あ、あ、違うか。え、あ、違うか。あ、どうなってんだこれ。こう、え、そうだよな。ここがあれだよな、帰るところだよな。違ったっけ。多分そうだよな。ああ、そうそうそう。よかったよかった。とりあえず、ちょっとこのままじゃどうもならんので、まあ、なんか、雑魚敵は全然いけるっていうことが分かったから、こっちじゃねえよ。雑魚敵は全然いけるっていうことが分かったから、あとだから、地図だよね、問題は。地図だけなんとかすれば多分どうにかなるから、まあ、分かりやすい地図を調べるなり教えていただくなりなんなりして、サクッと、とりあえずあのアイテムの回収だけ。多分なんかクソ強いボスとかがいるんでしょ、奥行ったら。それには勝てないでしょ、まださすがに。だからとりあえずアイテムだけ回収して帰ってくるみたいな、そんな感じ。というわけで